はい、ということでハモネプに向けてのリハーサルが始まりつつあります。2019年7月じゃ5月5月10日です、ね、10日です。あ、その曲は I said a little silhouette love man。 この時点ではこの曲が候補曲です。そんなことになってるか知りませんが、練習していきましょうね。天気サポートよろしく。よろしくお願いします。こぼしちゃった。揃いました、トゥハモネプ。さあ、初日初回終わり、ハモネプ連どうですか？みーもう出なくなった今日の。頑張りましょう、残り期間。頑張ります。マジで頑張る気はないっす。ということで2019年5月13日月曜日でございます。夜8時ぐらいですかね。背徳のバラハモネプ決まって2度目の練習ですが、上裸の男がですね、石ママミヤとか言ってる。元気ありがとう。まだやつと合わせてません。今日は初めて揃う。2019年8月、じゃあ5月19日、18日今日は撮影の日ですね。バナティですか？バナティ。ほんと不思議なのバラボー。天狗太郎かわいいと思う。俺ね、昨日やったけど全然かわいくなかったらやりたくない。これかわいくないのよ。自由が丘家、なんか余裕がありますね、マジで。ちょっと待って。おお、すごいすごいすごい。これ順平さんやると？あ、でも。おお、意外と。力丸かけダメだし。え？光る光る光る。旅行持ってるんで飲んでいってる。え、マジ？全員僕持ってる。え、光るさん。やった。遭遇しちゃった。どうですか、どうですか、ヒカルさんですよ。いやすごいですね、やっぱ本当に髪半分なんですね。負けねえぞ、ハモネプで俺。マジできた人っていう動画。負けねえぞ。あれ、組み分けとかって当日行って分かったんでしたっけ、前回。あれ、当日だったね、当日か。当日だったんですか。はい。たまにタラちゃんが出てくるボヘミアンラプソディ。はい。ママーダメですからの音楽だね、これ。If I'm not back again this time tomorrow
さあ遅くてもですね8時ぐらいには終わろうと言っていた練習なんですが、健吾くん今何時ですか？今ですね、8時、52分、8時52分でございます。そしてまだそこまで終わりは見ておりません。いや、ハモネプっていうのは大変なもんですね、タクオさん、やっぱり、ね、楽しいですね、やっぱりこういうアクシデントですけど。でもね、短く集中しようという話でした、ね、あの息を出しました、うん、だからきっとこうなるとは思っていたので、うん、よかったね、よかった、血に余裕があったね、血に余裕が。いや、そもそもだって今日の予定さ、なんか12時までの予定でしょ。疲れない。疲れない。疲れない。移動もないんだけど。24時まで。いや、そしたらまだあと3時間あるの。いや、9時には終わろう。4時間かと。いや、これ取ったら終わりにしましょう。そうだね。9時目安で。あと5分ぐらいしかない。すぐ終わるよ。そう、みんながこうピリッと決めれば終わりだ。そう。集中して。もう嫌だ。何が。もうやだ。嫌なの？パッとやってペッと終わらすぜ。よっしゃ、終わらそう。なんの声さ。圧倒的にだったら。いいよ。はい。笑顔で、笑顔ちょうだい、笑顔ちょうだい。2019年5月、何時だっけ、24、あと1週間ぐらいです。佐久保さんも飲み会終わりで、本当ですよ、駆けつけております。曲は変わりましたが頑張りたいと思います。29日でございます。ハモネプ収録まであと5日とかそのぐらいでございますけれども、ここに来てですね、僕はアレンジを大幅にちょっと変えたがゆえにですね、みんながちょっと音取り替えというような感じになっております。2019年5月31日、ハモネプのリハーサルの前日です。あさってが本番。いや、ちょマジで本当に嫌なの。タクヤがハサミ虫でケンゴを追い込んでます。いや、本当に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 一発かましたね。やったれやったれ。本当に本当に本当に分かった分かった。泣かせろ泣かせろ。ずれるよ。もう一回。ピリッと。
け飛ばすけど真面目やってんだよ、ほらやってやってよ、俺もえー、2019年6月1日でございます。本日はですね、ハモネ、これ死にすぎ言っちゃいけないのかな、わかんないけど、まあ、とりあえずハモネプの、前日リハ終わりましたということで、みんなでですね、リハーサルをしてまいりました。だからエレベーターの時もリハーサルをしてまいりましたというところです。なったけど、お疲れ様。どうしたリハ、リハ、うん、楽しかったですよ。こういうグループテストあらあ、ごめんごめん。星空の下のディスタンス、まだ歌っちゃいけないんだよ。確かに。あ、いいね、映えてるね、夕日が。その通りすぎる。お台場っていいっすね。いえ、明日頑張ります。え、4杯も3杯じゃん。時間としては1時間ちょいとか。なぜか飯食った後にもう帰りゃいいのに海に向かうというミキヤさんの一声で、いや俺、あ、そっか、俺か、行くぜ。いやもう夏じゃん。ミキヤさん、じゃあ入りたいってことサンダルやん。ちょうどいいじゃん。お前やってよ、何歳よ。そう、この2人やろ、この光景。なんで俺なの。待って待って待って、ほんと、こうじゃない、ほんと家族に見えるよ。田舎者みたいだから、あの大きい声出さないの。待って、正直、結局俺かよ。待って待って待って、新しくね、この向き新しくね。ちょっと待って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 、ほんとに、この向きはやる。待って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 、それだけやろ、それだけ、それだけ、それだけ、それ意味ある、それ、それ意味ある。やだ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 、それだけ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 、嘘でしょ絶対、やめてやめて、それだけ、それだけ、それだけ、もっと風邪ひいたらどうすんだよ、待って待って、いくよ、せーの。もうなんか疲れちゃった、疲れちゃった、やらない。じゃあこの辺で落としちゃうか、疲れた、もう殺し続けて、その迷いつまでも Until ハモネプ当日でございます。差を講じましたよ。はい、まあどうですか今日は。フジテレビなんてね、着慣れたもんですよね。もうね、まあね、タキ、今日コンディションどうですか。いい感じっすよ。急に頑張っちゃった。歌ってますよ。いや本気に歌ってもらいましょう。星空の下のディスタンス。さよなら。わあ。みんなさよなら。お疲れ。ということで、ハモネプデイズでした。お疲れ様でした。あ、撮ってる。